皆さんこんにちは。スチューデントベースボールです。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。3月19日に開幕した第94回選抜高校野球、28日の大会9日目はベスト8進出校が4強をかけ、準々決勝4試合が行われました。いよいよ佳境を迎えた甲子園。優勝候補の大阪桐蔭や繰り上げ出場の近江は一体どのような戦いを見せてくれたのでしょうか。そんな大会9日目の結果を振り返っていきましょう。第1試合は浦和学院と九州国際大付の一戦。結果は6対3で浦和学院が勝利し、7年ぶりの4強進出を決めた。浦和学院のエース宮城は今大会3試合目、通算20イニング目にして初失点を喫したが、強力九州国際大付打線を粘りのピッチングで封じ込めた。打っては4番鍋倉が8回に決勝スリーランを放ち勝負を決めた。続く第2試合は近畿対決となった近江と金光大阪の一戦。結果は6対1で近江が勝利し、昨秋近畿大会の雪辱を果たした。これで近江は昨夏甲子園に続いて2期連続でベスト4進出。選抜では滋賀県勢初の4強入りとなった。続く第3試合は國學院久我山と星稜の一戦だったが、國學院久我山が4対2で星稜に逃げ切った。國學院久我山は春夏通じて初のベスト4進出となった。星稜は今大会限りで退任が決まっていた林監督に勝利をプレゼントできなかった。続く第4試合は優勝候補の大阪桐蔭と好投手米田擁するし和歌山の一戦。結果は17対0で大阪桐蔭が滋和歌山を圧倒した。大阪桐蔭打線が爆発し、大会タイ記録となる1試合6本塁打を放った。投げても先発マウンドに立った2年生左腕前田優吾ら3投手の継投で1安打完封リレー。次元が違う強さを見せ、ベスト4進出を決めた。これでベスト4が出揃い、近畿勢が2校、関東東京勢が2校ずつ勝ち残った。準決勝の2試合、浦和学院 vs 近江、國學院久我山 vs 大阪桐蔭は中1日を明け30日に予定されている。関東 vs 近畿、どちらも負けられない試合が非常に楽しみだ。以上が詳細になります。